ペンマンマルポンペンマンマルあのちょっと刺激を与えたからには責任を取ってもらうんですかんわいよ。大丈夫か、止まってたから。唐揚げ専門店ですかんわいよ。いつまでこういう唐揚げ屋さん来るのかな。唐揚げってでも需要あるか、まあ、コロナ禍で需要出てきただけでさ、なんか知らないけどね、なんか知らないでさ、ブワーって出てきたってすぐ去るじゃん。落ち着いてきたら需要って、あ、まあスーパーの惣菜で買うよりは量的にも安いかもしれないけど、あと タピオカとかさ。タピオカも消えたじゃんね、あれもよくわかんないんで、ふわーっと出てきたじゃん。だからふわーっと出てくるのってすぐふわーっと日曜だって、イエーイ集合やった、ありがとう、大好きですって送っといて。ナルセのガリバーで潰れたよ。ここはあれだよ、友達がさ、ここ住んでて、高校の時の中で買ったの、うん、超一重だけど、一重美人だったから、ほんと美人だったんだけど、チュンリーみたいな美人顔だったんだよね、うん、あ、チュンリー
たんだけど、本当に可愛かった。あ、成瀬駅ってさ、2階にある駅。え、成瀬駅って言ったっけ。あれどうだったっけ。1000円がじゃん。何回か行ったけど覚えてねえ。上にあったかもしれない。そうだよ、ね、うん、で下に降りてくる。そうだよ、ね、今年もな、春に行こうか迷ったんだよな、恩田川な。結局やめちゃったんだよな。あそこの桜も見たかったけど、ただコロナ明けだと人やばそうと思ったから。あそこは電車出た方がいいかも。いや電車の方が楽だよ、だって一息だし。っていうか駐車場がねえんだもん。その後なんかどっかドライブ行くとかだったら、それでも安いでも一回乗った方が楽かもな。もうだっけ JR 線すぐ近くだしな、あれは。改札からホームなんて遠いけどな。あの刺激を与えたっていうことは、あのちょっと責任取ってもらいたい。あなたそれ3回目ですか。いいよ。ああやべ、マックシュートが見てる。マックこの通りあったっけ。わかんない。痛い。どうしたの、こっちゃん。痛い。あ、おしまい。プレゼントも4人分のなんかプレゼント買っとこ。お兄ちゃんも誕生日だったし、姉ちゃんも誕生日だけどさ、かっちゃんも誕生日だったじゃん。横浜食堂何ある。美味しそうだね、なんか。何あげようかな。何をあげたら喜ぶのかわからんな。自分が何もらったら嬉しいって言われたら、今夢も希望もねえからさ、現金とか言っちゃうのかな。じゃあ、あれにするか、チーズバーガーやつにしようか。仲良く、ね、俺2つであなた2つ。ダブチよりそっちの方がいいって。
そしてあの番犬のしばちゃんがいるのも可愛いね。